ここはトレア。マスターの研究室があった場所なのだ。虫どもがいきなり飛び出してくるかもしれぬのだ。気をつけるのだ。ロア、急にガクガク震えてるけど、どうしたの？ひょっとして、虫が怖いの？そんなわけないのだ。我が輩には怖いものなんてないのだ。おや、あんたの背拍子に毛虫が。かじらないで、かじらないで。レミ、元いた世界での友人関係はどうだったのだ？このメガネ、もともと目が悪いから小さい頃からかけてるんだけどね、みんな私に勉強教えてって寄ってくるんだよね。でも私、勉強はからっきしだからな。ふむふむ、そこは予想通りなのだ。いった！なぜ叩くのだ？口は災いのもとって言葉知ってるかな？魔力が足りぬのだ。デザートを摂取してほしいのだ。魔法、メカモンスター、それに宙に浮くおしゃべりな本だなんて、まるでファンタジー系のゲームだよね。ファンタジー？ゲーム？何なのだそれは。ゲームは遊ぶやつで、ファンタジーは現実じゃない想像の世界ということかな。ふむふむ、ここは現実の世界なのだぞ。遊びではないのだから真面目にやってほしいのだ。私がいた世界と違いすぎてて、どうにもリアリティを感じないのよね。
デザートを取ることにより魔力がたまるのだ。デザートを取って我が輩の魔力を貯めるのだ。お主の運動神経ばかりは認めざるを得ないのだ。勉強はダメでも運動なら自信あるからね。もしかして脳みそも筋肉でできているのか？まあ考えるより先に拳が出ることはあるかもね。うわ、叩かないでほしいのだ。暴力反対。ここではアイテムと武器が買えるのだ。必要なものがあるか見てみるといいのだ。デザートポイントがないと買えないの？次の戦いへ向かう前に何か必要なものがないか考えてみるのだ。どれどれ？より強力な武器が出てくるかどうかもお主の運にかかってるのだ。景品に当たったことすら一度もないのに無理だよ。我が輩は昆虫が嫌いなのだ。魔力が足りぬのだ。デザートを摂取してほしいのだ。デザートを取って我が輩の魔力を貯めるのだ。ははは、見たか我が輩のパワーを。魔力が足りぬのだ。デザートを摂取してほしいのだ。魔力が足りぬのだ。我が輩のパワーの前に
皆恐れおののくがいいのだ。錬金術で石を金に変えた。ロア、なぜだかわからないけど、あのシューって子、私のこと目の敵にしてるみたい。私まで始末すると言ってるんだよ。どういうわけか説明してもらえる？はぁ、仕方ないのだ。説明してやろう。我が輩とシューはマスターを手伝うためにマスターによって作り出された存在なのだ。我が輩は魔法を、シューは機械を司っていたのだ。シューは元からああいう性格ではなかったのだ。マスターをよく慕っていて、甘えん坊でもう少し明るい性格の子だったのだ。明るい性格ね。それがどうしてあそこまで人間に敵対心を持つようになったの？それはおそらくマスターがこの世界の人間に興味津々だったせいで、シューは日頃から人間に嫉妬心を持っていたらしいのだ。そんなある日、マスターが姿を消してしまわれたのだ。何も言い残すことなく。ある日突然いなくなったの？そうなのだ。マスターがいなくとも、我が輩とシューは各々の任務を遂行していたのだが、やがて時が経ち、日頃よりマスターを慕っていたシューの我慢が限界に達したのだ。結局、暴走したシューはメカモンスターを作り、人間たちを苦しめるようになったのだ。どうしてだろう。マスターがいなくなったのは人間のせいだと思ったのかな。そうかもしれぬのだ。我が輩はここの住民を安全な場所へ退避させた後、ポータルを閉じラグノアを脱出したのだ。ポータルを開くためには魔力が必要だが、機械であるシューは魔力を持っていないのだ。それでポータルを開けさせたくて必死にあんたを捕まえようとしてるんだね。シューがポータルを使って他の次元へ行けるようになれば、その次元の人間たちに危険が及ぶかもしれぬのだ。だからレミ、我が輩のサポート役としてラグノアを脱出し、ポータルを閉じてシューをここに閉じ込め。痛いのだ。なんでいきなり叩くのだ。素直にお願いしますって言ったらどうなの。お願いなのだ。まったく。私も元いた世界に帰れないと困るしね。ポータルまでの道案内よろしくね、ロア。オッケーなのだ。魔力が足りぬのだ。お腹すいた。魔力が足りぬのだ。じゃあどうすればいいの。
敵を消滅させた時や物を壊した時に出てくるデザートを吸収するのだ。マスターがいなくなる前の週はどんな子だったの？今では超然とした雰囲気を漂わせているが、もともとはお主に匹敵するほどのジャジャウマ娘だったのだ。もう一遍言ってごらん。そんな風に脅しをかけてくるところもそっくりなのだ。週はマスターの前では猫をかぶっていたが、マスターがいなくなるとガストーチを突きつけてきて、我が輩が恐怖におののく姿を面白がったのだ。ロア、あんたのこと見てるとシュウが意地悪したっていうのもわかるわ。いじめたくなる想定してるもの。邪悪なのだ。ペットの名前まで食べ物なのか。
大なる大魔道書様なのだ。はいはい。偉大なる大魔道書様なのだ。我が輩のパワーを。電気がパチパチ鳴ってる。出せると電気ショックを受けちゃいそう。全知全能なる大魔道書様の力なのだ。偉大なる大魔道書様なのだ。魔力が足りぬのだ。じゃあどうすればいいの？敵を消滅させた時や物を壊した時に出てくるデザートを吸収するのだ。魔力が足りぬのだ。じゃあどうすればいいの？敵を消滅させた時や物を壊した時に出てくるデザートを吸収するのだ。魔力が足りぬのだ。じゃあどうすればいいの？敵を消滅させた時や物を壊した時に出てくるデザートを吸収するのだ。デザートを取って我が輩の魔力を貯めるのだ。
偉大なる大魔導書様なのだ。偉大なる大魔導書様なのだ。マスターが帰った。ロアとシューって昔はどんな感じだったの？まあ仲良くしてるところなんて想像つかないけど、昔からそんなにピリピリしていたの？まず何よりもシューの非常識極まる行動が悪いのだ。面白半分で我が輩をいじめたり、変なメカを作ってきて数々の珍騒動を巻き起こしたのだ。あ、そういえば、え、何？あの毒キノコ入り支柱事件を思い出したのだ。シューが美味しそうなキノコを見つけてきたと言って、ここの研究員たちにシチューを振る舞ったのだ。幸い食べる寸前に毒キノコだと気づいた人がいたので、大惨事は免れたのだが、危機一髪だったのだ。毒キノコ、うわ、それは大変なところだったね。死に至るほどの種類ではなかったが、幻覚と高熱を引き起こす危険な毒キノコだったのだ。きっと我々をはめるためにわざと普通のキノコと見分けがつかないキノコを取ってきたのだ。普通のキノコと見分けがつかない毒キノコってことは、シューも毒キノコだと知らずに持ってきたんじゃないの？そんなはずはないのだ。日頃からシューが我が輩をいじめていたことから見ても、あの事件もわざと起こしたに違いないのだ。でも本人に確認を取ったわけじゃないんだし。不思議なこともあるもんだね。私がいた世界のものとそっくりなものがたまに目につくのよね。ほう、レミ、お主の世界に存在していたものをここで目にしたというのか？うん、用途は全然違うみたいなんだけど。パワーの前に皆恐れをのどくがいいのだ。
マスターの失踪が原因ってことは分かったけど、人間に腹いせするのってただの八つ当たりでしょ。チューって何気に子供っぽいのね。腹いせする相手が他にいなかったせいだと思うのだ。二人ともマスターが作ったんなら兄弟のようなものじゃないの。あんたがシューのそばにいて支えになってあげればよかったのに。兄弟なものか。シューと我が輩は犬猿の仲なのだ。シューは一旦暴走すると手がつけられなくなるのだ。我が輩は危うく死ぬところだったのだ。シューがそんなに暴走しちゃうまであんたはシューのために何かしたの？ビク。するなら、なんと言ってもカレーよね。うん、それだけじゃない。よく焼けたマシュマロをクラッカーに挟んで食べるのも美味しいよね。レミは食べ物の話をするときが一番嬉しそうなのだ。チョコレートも挟んで食べると本当に絶品なんだよ。ロアンを今度食べてみて。いくら倒してもキリがない。我が輩のパワーを。我が輩のパワーの前に皆恐れおののくがいいのだ。ペットの名前まで食べ物なのか。魔力が足りぬのだ。子供の頃、火の上の秘密基地を持つのが夢だったんだよね。今からでも遅くないのだ。元の世界に戻ったら
木の上に秘密基地を作ってみてはどうなのだ。今になって考えるとさすがに木の上はない気がする。屋根裏部屋に計画を変更しなきゃ。が足りぬのだ。デザートを摂取してほしいのだ。デザートを取って我が輩の魔力を貯めるのだ。マスターは魔力を全く持たない人間でも開発移管により魔力を使用できるよう人材養成に力を。ああ、鳥の形のメカモンスターって本当に最悪だったよ。私他の動物はいいけど鳥は大嫌いなんだよね。なぜ鳥が嫌いなのだ。もしかして苦手なのか。正直に言うとそうだね。うん、私鳥が苦手なんだ。何かトラウマでもあるのか。子供の頃公園で鳩の群れに襲撃されたこともあったし、キャンプ場でバーベキューをしてた時はカラスに料理を取られたし、田舎に遊びに行った時は鶏に背中をめちゃめちゃつつかれたこともあったしね。ふーん、レミは妙に鳥に絡まれやすいようなのだ。襲ってくる寸前の鳥と目が合ったことってある。私がいた世界でロアに飛びかかった猫がいたでしょ。あの猫と目が合ったと想像してみて。ゾワッとしたのだ。言われてみるとレミにとって鳥がいかに恐ろしい存在かがわかる気がするのだ。何をしているのだ。森林浴。この森の空気を体中で感じてるの。
ふむ、確かに空気が澄んでるのだ。元の世界だったら授業をサボって居眠りしてる頃なのに。まだ生きてたのね、しぶとい人間の女の子。その呼び方はそろそろやめてほしいかな。私にはレミって名前があるの。僕が人間の名前を覚える必要なんてない。行けマーク3。待ってシュウ。奴が音波攻撃をしてきたら耳を塞ぎ、なるべく安全なところまで逃げるのだ。安全なところって一体どこ？下に落ちないように気をつけるのだ。フェンスもついてないわけ？危ないじゃない。足を集中攻撃するのだ。偉大なる大魔導書様なのだ。はいはい。よくも攻撃してくれたね。この奴の音波攻撃に気をつけるのだ。あの腕の部分の光に気をつけるのだ。鋼鉄すら断ち切ってしまいそうなほど驚異的なのだ。精肉屋の肉のようにぶった切られたくないよ。よし。音波攻撃を受けると凄まじい重力で踏みつぶされてしまうのだ。動きが取れなくなってしまうのだ。そんなの嫌だよ。お、なんだか弱くなってない？気のせい？
虫みたいな見た目なのだ。巨大な虫なのだ。我が輩の髪をかじる気なのだ。髪をかじるというより断ち切りそうな感じだけどね。レミの分は後で戦闘が終わったら分けてあげるのだ。今だレミ、集中攻撃を浴びせるのだ。今がチャンスなのだ。集中攻撃なのだ。どうして、どうして、どうして、どうして。待って、話を聞いて。シュー、僕の名前をナレナレしか呼ぶな。シュー、人間に八つ当たりをするのはもうやめるのだ。人間に八つ当たり。ロアの言う通りだよ、シュン。ロアから大体は聞いてるよ。あれだけマスターを待ったんだから、君が怒るのも当たり前。待って、ロアって誰のことを言っているの？ビグ。え？自称偉大なる大魔導書のことなんだけど。二人は同じマスターが作ったんでしょ？言っていることがわからない。君はそんな名前じゃなかったよね、クリーム。我が輩は偉大なる大魔導書なのだ。え、ちょっと待って。君はいつから大魔導書ロアなんて名乗るようになったの？シューってあんな風に笑えるんだ。なんだか別人みたい。むしろアレゴスなのかな。違う違う違うのだ。我が輩は数万種類に及ぶ魔法のロアを持つ偉大なる大魔導書様なのだ。のくせに。あ、いけない、ちょっと理性が飛んでしまった。今の笑ってたシューの方が素だと思うけど。あれ、待って、クリームとシュー、シュークリーム。はあ、何がそんなにおかしいの？ああ、だって二人の名前がペアになってるんだもん。シューとクリームでシュークリーム。私の世界にある甘ったるいスイーツの名前なんだよ。あんたたちやっぱり兄弟だったんだ。クリームと僕が兄弟、マスターが
そんなつもりで名前をつけてくれたはずない。我が輩はクリームなどではないのだ。クリームとペアになる名前なんて、僕は認めない。シュー待って。ああ、またいなくなっちゃった。あれ、マスターって人は私の世界の言葉を知っていたってこと？こっちの世界の住人なのに？ポータルまではあと少しなのだ。もうしばらく頑張るのだ。その前に凍え死にしそうだよ。あんたの髪を何枚か燃やして暖を取るってのはどう？衆に負けず劣らずの外道なのだ。